れ車調子悪いな。また動かへんぞ。これなんでや、先月買ったばっかりやのに。すいません、どうされました？あ、いやね、車で出かけよう思ったらなんかわからんけど調子悪くて動かんくてね。今月3回目ですよ、これなんでやろ。買い替えの時期なんですかね。先月買ったのに。もしよろしければお車ご案内しましょうか。は？私この辺りを自動車販売のセールスでお宅を回ってまして。車の飛び込み営業？斬新な営業スタイルやな。普段からやってんの？セダンをお探しですか？うん、違う、言うてない。聞いたことないねんって。普通な、車は見に行って買うもんやろ。普通車をお探しと。わかりました。探してへん探してへん。何セールスを追っ始めようとしてんねん。俺お前にまだ心開いてへんから。オープンカーになさいました。車種の話してへんねん。家の前で軽々しく車なんか進めんなって。軽自動車がいいんですか？お前さっきから聞き間違いひどいな。あのな、そもそも車の飛び込み営業に行ってさ、車を買うやつなんかおらんやろ。今月250件ご制約いただきました。どうなってんねんこの街、頭おかしいんか。なんでそんな全員ハイリスクを犯して車買うてんねん。ハイエースですか？言うてへん、車種の話やめろ。カタログを開くな。そもそもオタクな、どこの会社の人？トヨタ？うん。ホンダ？うん。日産？うん。うーんってやめろ、お前友達か。私こういうものです。あ？小山田産業株式会社？聞いたことないねんけど。確かにうちはまだまだ零細企業ですけど、大手には負けない町工場の意地で車を作ってます。いや町工場なんかい、何パーツ作らんと本体作ってんねん。ぜひうちのおやっさんの車買ってください。誰やねんおやっさんって。小山田産業株式会社の略し方考え直せ。名前から漂う車の手作り感半端ないねん。今ならサービスでタイヤ4個とシートベルトもつけますんで。サービスちゃうねん、義務や。もともとつけとけ。うちの車は天然ピですよ。その前に安全への意識低すぎやねん。お客様のような家計が火の車で車エビも買えないような社会の歯車として、馬車馬のように働く方でも買える車もありますから。おい、シャキシャキ喋んな。お前いろんな車の入る言葉でセールスしてくんな。お前の口車には乗らんからな。ああ受け入れろや。お前が初めてやろ。先に車入る言葉使ったお前やろ。すいません、ちょっとお客様の怒りのギアがトップに入っててターボがかかってきてオーバーヒート気味だったんで、私怖くて考えるのに急ブレーキをかけてしまいました。お前さっきからおちょくってんのか。横文字の車用語ばっかり使うな。もうやもう帰れ。そんな、せっかく車を買い替えてもらえるように車を故障させたのに。お前犯人やないか。この手口で車買わなかった人初めてですよ。手口って言うてるな、もうこの車上荒らしが。我がはもう警察に通報や。パトカー来てもらおう。110番や。バンのタイプならこちらいかがですか？いや、この状況でセールすな。